今日はエイトのシャンプーに来ました。エイトの大嫌いなね、きっと絶望感を味わっているはずです。どんな気持ちなんでしょう。まずはお湯で洗っていきます。気持ちいいですか。お次はシャンプー。うちではリンスインを使っています。全然動きませんね。これ冷たいんだよね。めっちゃひねってる。続きまして、もう一回プーシャン。そして洗い流します。いい絶望感な顔に変わってきてますね。ビーグルみたいな顔してます。耳がね。お目目クリクリで可愛いね。別の犬みたいです。出た絶望感の顔。めっちゃやめてって思ってますね、きっとね。でも暴れないだけね、いいですね。おとなしくてね、やりやすいですね。お次はドライヤーです。実はシャンプーよりこっちの方がいいと嫌がるんだよね。ブル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 。嫌すぎて逃げ出します。ドライヤーに戦いを挑み始めました。あと飼い主にも反逆始めましたね。諦めたかな。あっさり負けを認めました。エイトの体力残り10ポイント。ゼロになりました。ぐったり。最後はコギケツ。モフモフしてかわいい。コーギーといえばね、ファーミネーター必須ですね。
コギね、抜け毛半端ないからね、不足してきました。ちゃんと毛を刈っておかないとね、家帰ってから大変なんです。毛がいっぱいあるのは羨ましいけどね。すっきり。チャンネル登録よろしくお願いします。終わりです。頑張りましたね。お家帰って大好きなチューレ食べましょうか。ご視聴ありがとうございました。またね。